左手を安定させる練習です。左手の形は、主に4種類あるんですけど、わかりやすいようにこのアー線で説明すると、人差し指が1フレット、4のフラットです。で、1個ずつフレットが開く形が1つ。それから、1と1が1つこっちによって、1と2がくっつくのが1つ。2と3がくっつくのが1つ。3と4がくっつくのが1つ。4種類ね。で、それぞれで 練習してもらうんですけど、わかりやすいように、この3と4がくっついた形で説明すると、この状態で、4つ同時に上げ下げね。で、それができたら、今度は 押さえた状態で、こうです。1本ずつ上げ下げ。で、これ押さえてますので、そんな高くまで上がりませんけど、それでいいと思います。で、今度は離した状態で今のをやるんですね。で、今度はどうしてもね、これやってる時とかこうなりがちなんですけど、なるべくね、小指が離れていかないように、うまいこと練習してくださいね。はい、次に、小指を置いて他の場所を押さえる練習ね。小指を置いた状態で他の場所、他の弦でもいいですよ。弦変わってもいいですので。それから薬指を置いた状態で、他のフレットにね、指を思ったところに指が行くようにね。で、順番です。中指ね、自由に弦移動してもらってもいいですよ。こういう重音とかの形もね、できますからね。こういうなんか重音とかね、人差し指を置いた状態で、他の指がね、正しいとこに行くようにする練習ね。ある指を基準にして、指を並べる練習をしてください。